こんにちは、泊まり志保です。今日はルームツアーをしたいと思います。カモン。はい、荷物です。で、棚とテレビがあって、まあ、こっちはシャワーとトイレと洗面所なんですけど、まあ、湯船がないのがちょっと惜しいなって感じですね。で、シングルベッドがあって、で、机と椅子って感じです。狭って感じなんですけど、まあ、リアル今はね、夏木調べなんですけど、測ってもらったら5畳半ぐらいかな。なんか感覚的には4畳ぐらいだと思ってたけど、まあ、家具とかが多分あるからかな。で、ここのホテルに住んでること言ってないよね、やっぱりまだそう、言うの忘れてたんですけど、すいません。私ホテルに住んでるんです今。で、まあ、そのホテルが寮みたいな感じになってて、その一室に住まわせてもらってるって感じなんですけど、で、このホテルには他の人も住んでいて、ドイツ人2人とセルビア人で、私、夏木で、隣が監督です。監督もこのホテルに住んでおります。で、他のドイツ人とセルビア人の部屋はここのリアル3倍ぐらいの広さで、ダブルベッドだし、もう部屋も超広くて、もうめちゃくちゃ優雅って感じで、ホテルにタダで住まわせてもらってるんですけど、もう本当にそれはもうありがたくて、家賃がかからないっていうのは、けどやっぱホテルだから他の人が使うってなると出てかなきゃいけないっていうのがちょっとミソなんですけど、もうすでにここに来て3ヶ月ぐらいしかまだ経ってないよね、7、8、9、ちょうど3ヶ月なんですけど、もうその時点で3回ぐらいもう部屋出てかなきゃいけないことになっちゃってて、だからまず荷物を部屋で広げられない、軽々しくもう広げた次の日に移動って言われたこととかあったし、ほんと急に言われるから、そこがちょっと気を抜けないポイントです。よろしく。で、そう、ご飯なんですけど、これ炊飯器です。で、オーストリアに行くってなった時に、じゃあお米と炊飯器送ってやるよっていう、本当に男気がすごい、あの長野でお世話になってる方がいらっしゃいまして、で、送ってもらって、もめちゃくちゃ重宝してます。でも、オーストリアの時はもう毎日お米炊いて食べてたんですけど、なんかこっちに来て、まあ、ホテルなんで朝と夜ご飯が出るんです。で、それももうほんとタダで食べさせてもらってて、で、朝はパンとハム、チーズ、ほんとこっちのザ・ドイツっていう食事で、で、夜は、まあ、夜もザ・ドイツっていう食事で、まあ、私あんまり食に、ね、興味ないというか、そんなにこだわりがないので、まあ、美味しいって感じなんですけど、まあ、まあたまにね、やっぱり米も食べたいってなるし、もうどうしても米食べたいって時は昼に炊いて食べたり、まあ、アウェイの時にお昼ご飯でおにぎりとして持って行ったりしてます。まあ自分の部屋があるとはいえ共同生活だから、まあ、ちょっとストレスになる部分もあって、やっぱり、まあ、その移動しなきゃいけないっていうのは、まあ、しょうがないんだけど、まあ、ちょっとね、荷物広げられないっていうのは、いちいち今カバンからキャリー引っ張り出して、開けて出してっていうのをしてるから、まあ、ちょっとずつここの中に入れたりもしてるんだけど、まあ、それがあるのと、あとは夜ご飯をね、なんか知らないけど暗黙の了解でみんなで食べなきゃいけないっていうのがあって、で、練習後にダウンしたかったり、ちょっと足りないなって、練習量ちょっと足りてないなって思ったら、まあ、走ったりしたいじゃん、なんか自主練とかしたいじゃん、けどなんか夜ご飯だぞみたいな監督にいちいちちょっと言われたりとかね、干渉されちゃうっていうのが、まあ、まあ若干ストレスな部分かなっていう、まあ、ちょっとだから結構一人暮らししたいなっていう、てか一人暮らしがしたいけど、まあ、金銭的に、まあ、難しい部分があって、まあ、チームからね、給料は少しもらってるんですけど、まあ、本当ギリギリ生活していけるぐらいだから、
一人暮らしなんてもう絶対無理だし、もはや今月の給料も入ってないしまだって感じなんですけど、まあいろいろいい経験をさせてもらってます。まあ、オーストリアの時は一人暮らしだったんです。それがまたで、本当はシェアハウスに住む予定だったんですけど、まあその面接をしなきゃいけなくても面接にことごとく落ちって感じで、でまあ家がないままオーストリアに行ってホテルで1週間住んで、その間に探してもらってたんですけど、で1回面接に行った時にそこで1個決まりそうなところがあったんだけど、まあ、ちょっとパリピみたいな、夜毎日パーティーイエーイみたいな感じのところだったから、いやちょっとこれはさすがにいい経験としても結構やばいなと思ってお断りさせていただいて、でそしたらたまたま一人暮らしできるっていうところが見つかったので、月350ユーロでそこに住まわせてもらってました。でオーストリアにいた時は、まあ、最初ね学校に行ってたんですけど、まあ、働かなきゃいけなくなっちゃって、で、まあ、最初紹介してもらったホテルでそのシーツ剥ぎ取ったやつをがホテルいろんなホテルから来て、それをなんかまあ仕分けみたいなのして洗って、であとタオルとかを畳んだりっていうのをやってたんですけど、まあ、急になんか戦力外通告みたいなクビになっちゃって1ヶ月で、で無職になってで困ってたんですけど、そしたら、まあ、インスブルクにある唯一の日本食レストランカイっていうところがあるんですけど、ぜひインスブルクに行った時はカイへ行ってください。でそこで私は寿司を握ってました。で、まあ、そこで働かせてもらってで練習っていう生活をしてたんですけど、まあ、その時は練習は8時からで、もう夜遅くてもう帰ってきたら10時半とかだったので、まあ、結構最初は慣れるまではきつかったです。で今のこのクロッペンブルクでは18時15分から練習で、で水曜日がオフで、まあ、土曜日もオフかそのアウェーだったら移動日っていう形でやってます。というわけで私のルームツアーは今日は、というわけで私の今日のというか今日というわけでルームツアーは終了です。はい、もうルームツアーっていうルームツアーちょっとできなかったんですけど、まあ、一番見せたかったのはこれかな、炊飯器。もうあのこっちのね炊飯器を夏希が持ってるんだけど、もうへばりつくへばりつくし、なんだろうね、もう炊き加減が違うよね、まず、うん、もう本当にクオリティやべえなって思うし、米もドイツの米だしね。そう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 、で本当日本の米を食べれてるっていうのは最高って感じで、なんか日本にいたらね当たり前だけど、しかもねやっぱ日本の食事が合うんだと思う。太っちゃってしょうがない本当にというわけで今日は終わりにしたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。また気ままに更新していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。チュー。